皆さん、どうも、日頃お世話になっております桑田流星です。今日は重大発表を皆さんにお知らせしたく、この場を設けさせていただきました。まず大々的に発表させていただきます。桑田流星の心が折れそうチャンネル大改革します。YouTube ライブをご覧の皆様にはある程度話してきた内容なんですが、今一度、初めてこの動画を見られる方々にも、しっかりとご説明したいと思います。まずですね、今僕のチャンネルはホスト系の動画だったりとか、ミカサラーメンをコンサルしてる動画だったりとか、時に、僕のですね一人語りがあったりとか、まあいろいろと乱雑にチャンネルがなってしまっているなということで、なかなか伸びづらい原因を作ってしまったなという感じがありましてですね、まず大きく変えることの一つとして、ホスト系のチャンネルを別で移します。僕の視聴者層というかですね、僕のパーソナリティな部分で、ホストのドキュメンタリーに合ってる部分と合ってない部分があるなという、そして僕が映ってない動画があまりやっぱり回らないみたいなところがあってですね、なかなかホストたちをブランディングできないなっていうのが心苦しくてですね、グループのみんなとも相談をさせていただいて、これからはホストはつらいよチャンネルというのをね、別で立ち上げることになりました。そちらはですね、ホストの日常だったりとか、ホストの苦労話とか、ホストってこんな大変なことあったんだよみたいなのを面白おかしくドラマ調にして、コメディだったりホラーだったり、なんかそんな感じでいろんなバージョンでドラマ化していこうかなと思ってます。まあ、そちらのチャンネルはそちらのチャンネルで、僕は引き続きプロデュースはやっていくと思いますので、まあ、たまに僕も出るかもしれないので、そちらもチャンネル登録していただければと思います。概要欄に貼っときます。続きまして、僕のチャンネルがどうなるか、まずですね、まあ、僕はやっぱりこうパーソナリティな部分をもっともっと出していくべきかなと思ってます。自分が社長でありインフルエンサーであり、なんかいろいろやってる人だなみたいな、日本の社長こんなかっけんだぜみたいなのは引き続き、皆様にお見せしていきたい。でも日本の社長ダメな部分もあるんだよみたいな、こんなプライベートな過ごし方したりするんだよみたいなのは、チャンネルやってた時期がありました。あのみんな社長たちともう一度ですね、社長たちで何かやりたいなと思ってまして、各社長の家に嫁って現時代いろいろ説得してます。はい、まあ、これは僕が足を運んでですね、桑田流星が、しっかりあのビッグな社長たちをですねまとめ上げて企画を実行していきたいと思いますんで、交互期待していただければと思います。まあ実際どうなるかはまだ分かりませんが、今のところ順調に進んでる気がします。なぜなら1人しか説得してないから、残りの4人ぐらいしてないんでね、まあ置いといて、まあ、そんな感じの動画もやっていければなと思いますし、まあ、僕のルーティーンだったりとか、あとは企画ものですね、企画を作ってちゃんと、YouTube らしくやっていこうかなと思ってます。僕多分そっちの方向いてます。ドキュメンタリー、他のホストクラブさんがやってること、やってきたんですが、なかなかうまくいかなかったみたいな、まあでも残す部分はあるかもしれない。ミカサラーメンはね、引き続き追っかけないとちょっと田中君かわいそうなんで、まあとかね、これから出会う、令和の虎の志願者君たちだったりとか、まあそういうやっぱり部分と関わりを持つことによって、ビジネスを面白おかしく伝えれたらなと、なんかそんな感じで考えてますんで、このチャンネル引き続き応援していただければなと思います。そしてこのチャンネルを初めてこの動画で見てしまったあなた、ぜひチャンネル登録、いいね、コメントお願いします。そして皆さん、改めて言いたいことがあります。もっとたくさんコメントくださいね。もっとたくさんコメントください。これからチャンネル改革したらですね、僕コメント返します。返すっつったら返します。はい、まめにやります。まあそんな感じで考えてますんで、皆さんぜひですね、いいねコメントをやっていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。本来ですね、僕の目標今年30万人だったんですけど、そんなねバカでかいことは言ってらんないです。まず10万人いきます。まず10万人が年内目標、それをまず叶えるために皆さんどうかご協力お願いします。以上です。